皆さんこんにちは。今日も竹巻チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今顔を洗ってきたんですけど、今日は久しぶりに Get Ready With Me を撮っていきたいと思います。スキンケアからしていくんですけど、とにかく今日私はなんか知んないけどすごく疲れていて、どうしようもなく疲れてる時ってありますよね。何なんだろうこれ。こういう時こそ YouTube を回してちゃんとお化粧しようと思って、なんかちょっと新作の化粧品コスメも結構届いたんで、こんなのを使いながらやっていきたいと思います。ご覧いただきますと、ここが何か新しくしは蚊に刺されたのかもしれないですけど、まあいいや、開けていきます。まずですね、今顔洗ったんですけど、一つ目からいきます。一つ目、ゲランの化粧水をやっていきたいと思います。やっぱね、夏ですごい暑くなってきたんで化粧崩れしやすいじゃないですか。まあそういう時もというか、私がいつもしている Get Ready With Me をやっていきたいと思います。こういう時こそこうやって耳をマッサージ、内側クマっぽいよね。なんかよくね、私疲れないんですかとか、いつも元気で羨ましいですとか言って本当よく言われるんですけど、コメントとかでも、あとはよくね声かけていただいたりとか、あとは周りの方とかにも言われるんですけど、そんなわけないじゃないですか。疲れもすごく疲れる時もあるし、基本的には頑張って体力をつけようとしているので頑張ってるんですけど、月の周期もあるけど立て続けに忙しかったりすると結構疲れたりするんですけど、最近ねちょっとセーブしながらやってたんでそこまであれだったんですけど、まあ、またでもちょっと忙しくなってきて、結構夏の暑い時に冬物着て仕事するんですけど、なんか暑い日にダウンとか暑い日にゴルフ場とか、なんかそういう仕事が結構続くと後々疲れが出ます。まあみんなそうだよね。はい、これはオーキデの美容液なんですけど、美白美容液になります。だから私は夏バテしないようにしなきゃいけなくて、甘酒を飲んだりとか、あとはまあサプリメントちょっと取ったりとか、まあ、あとは運動したりとかしてなるべくならないようにしてるんですけどね。寝てても暑いじゃん。クーラーつけて寝るとちょっとだるくなるし、どうしたらいいんだっていう話なんですけど、ほんとこれすごい、なんかもったいだけどすごい肌ツルとするでしょ。ツルっていうかなんか整うね。でさらにこの美容液を塗っていきます。この美容液は一年中使っていて、肌のトラブルがだいぶすごい良くなった気がします。ゲラン使うようになって、お世辞じゃなくてスキンケアってやっぱちゃんと違うんだなと思っております。やっぱりキメが整うようになると、別に色が黒いとか白いとかっていうよりもお肌がこう整っていればすごく綺麗かなと思っております。次、クリーム塗って終わり。これは日中用のちょっとさっぱりとしたクリームです。夜用は夜用のちょっとこってりタイプのものを塗ってるんですけど、昼はこれです。あ、そうだ、これ可愛くない？これメシカってとこネックレス2年になってる、可愛いよね。なんかすごい華奢なんだけど可愛くない。できました。で、日焼け止めですね。大事。これもゲランから出てるオーキデアンペリアルホワイトセラムイン UV プロテクター、下地で SPF50PA4+ なんで、すごいしっかり保湿と日焼けが止めの効果があって、とっても素敵なんで、これは、まあ、本当は顔だけじゃなくて体にもこれ塗りたいぐらいなんですけど、これをやめておきます。もったいない。皆さんはなんか疲れた時とかどうしてますか？なんか言いたくないけど、本当に40代になってからなんか30代と40代ってちょっと違うなと思ってて、全然なんか体力が違うなと思っていて、よく50代の方とかとお話すると、もう50代もっとだからって聞くんですけど、まあ、そうなんだろうなって思って今からちょっとビビってんですけど、そうやって嫌なことばっかりじゃないんで、年を重ねることはね、そういうふうに思うようにしておりますけれども、まあ、なんか体力のがちょっと落ちてきたなとか、疲れっぽくなってきたなとかっていうのも、まあなんか自然のね流れでしょうがないと思うようにしております。ほら、よくない？この下地すごいいいよね。で、なんかゲランばっかりのあれになっちゃってるけど、メイクアップベース、これをちょっとさらに塗っておく、ツヤ感みたいなのがプラスされて、まあ、塗ったり塗らなかったり、これはすごいゴールドが入ってるのこの中に、で自然なツヤ感が出てキープ力も上がる感じがするのでやってます。
どうしよう、今日ファンデーション塗ろうかな。塗らないかな。塗らなくていいか。ちょっと塗っとくか。ジュルジュルアルマーニのファンデーションです。デザイナーリフト SPF20。 もうこれくらい、一粒使わないぐらい、この辺だけでいいかな。お化粧ってさ、元気になるからいいよね。すごい好きで、ちょっと気になる、なんか最近こっちのクマが気になるので、ここに入れていきます。あ、コンシーラー、コスメデコルテのいつものコンシーラーですね。もういつもと一緒な。あとここのね、この私目のところに消えないけど、まあ、よくなるね。うん、多少いい。ストリップでどうしときましょうか。高めに。え、ね、私の場合はチークを先やろうかな、なんとなく。これね、セルボークです。これはね、このちょっとパールがかってるものがあるんですけど、パールがなんか私の中で今流行っちゃって、夏だからかな。2色使っていきます。なんとなく。これアイシャドウにも使おうかな。フェイスからアイカラー、チークから口紅って使えるの超便利じゃない。なんで私はこれが好き。まずこっちのね、ラメっぽいのを使って。見える？これなんかすごい、これだけですごい夏の顔になる。ちょっと元気っぽくしていきたいと思います。アイカラーもうちょっとこのパールっぽいの。最近ネットフリックスで何見てるかっていう話していこうかな。最近ね、ネットフリックスではセレブリティってやつ見てる。韓国のセレブリティっていうの見てて、 SNS のさ、闇っていうかまあ最後まで見てないからなんですけど、韓国の SNS の数でこうランク付けしていくみたいな、そういう世界に物申すみたいな話なんじゃないかなって感じなんですけど、まあちょっと過激な感じはしますけど、一理あるというか、なんかそういう世界もあるんだろうなみたいな感じで、ちょっと面白いなと思って。目元をちょっとだけなんか深くするのが最近の私の流行りです。目元がね、ちょっと強い方が好き最近は。なんでアイライナーしていきます。アイライナー、これはラブライナーなんです。でこれウォータープルーフだから、すごくにじまなくてめちゃいいし、インサイドにも入れやすいんで入れていきたいと思います。すごくない？もう一かきでこんなになっちゃう。柔らかいペンシルタイプなんですけど、こういうしばらく置いとくと固まるんで、固まる前はぼかすことも自由自在。結構目頭からやっちゃいます。こんな感じインサイドもやっていきます。なんか特にこういうちょっと疲れてる日とか、目元をパキッと強くしとくとちょっとごまかせる。はい、で乾くの少し待ってから、下のねセルボーク、これもセルボークのすごい昔に紹介したけど、シュワネスアイライナーペンシル01番、これはもうちょっとブラウンで、こっちの方が色があんまりつかないけど、本当につかないんだけど、ちょっとだけ目元をちょっと強くしたいんで、あんまり下までインサイドにちゃんと入れちゃうと怖いんで、これくらいの優しくして、アイシャドウの延長みたいな感じでちょっとだけ強くする。でアイシャドウを塗っていきます。アイシャドウこちらボビーブラウンのこんな綺麗な色があるんで、これをまずはアイラインもう浮かす感じで、同じようにこれもちょっと下も同じ色塗っていきます。こんな感じ。まだなんかあれだね、このゴールドで目元軽くしていきます。ほんと目頭だけ少し光を入れました。こんな感じかな。今日は息子が夏休みで日本に帰ってきてるんで、みんなでうなぎを食べに行こうかなって思います。好きな食べ物何ですかって言われたら、私はうなぎと答える気がします。最近だとうなぎって美味しいよね。すごい美味しいよね。でここまで来たらマスカラやろうか。私夏休み中のさ仕事が一番多くって、すごい子供がいるのに、夏休みでずっといるのに仕事行かなきゃいけないとか、そういう時にああどうしようってよく思いました。なんか昔すごいちっちゃい時はなんか夏のそういうサマースクールみたいなところに入れたりとか、まあ、たまに母が見てくれてたりとか、そういうことをしながらなんとか夏をしのいでいました。懐かしいね。もう今はさ子供大きくなってきて全然大変じゃなくなったんですけど、でもさなんかやっぱりさ家にいるとかさ思うとなんとなくこう気になるよね。お母さんってそんな夏ですよね毎年。だから夏休みかどうしろって言うんだよとか思いながら、お母さんってそうだよね。眉毛描きます。これは
キューダビューティー。そう、なんか夏休みって本当にさ、例えば保育園とか入れてるお母さんは夏休みとかないからいいし、保育園から小学校に上がった時がなんか一番なんかどうしようって思うとかみんな言うよね。すっごいわかると思って。で、私の場合は保育園じゃなくて幼稚園に入れてたんで、夏休みがすごいなんかすごい長くて、それで仕事かとか思ってすごい困った覚えがすごいあります。だから本当そういう夕方まで預かってくれるようなところ行ったりとかしてました。で、なんかどっか遊びに連れてかなきゃとか、ちょっと遊びに連れて行ってあげられない罪悪感みたいなのとかもなんかあるじゃないですか。ないお母さんって毎年なんか戦ってた気がする。だから休みの日とかに結構どっか行ったりとか、アンパンマンミュージアム行ったりとかしたね。こんぐらいでいいか。これボビーブラウン、これはよく使ってるやつですね。一段階明るいね、眉マスカラにする時もあるんだけど、なんかちょっと眉毛が逆に薄くなりすぎちゃうと、私なんか顔がなんか違うなっていう時があったので、また戻しております。あんまりこう茶色くしすぎちゃうのもちょっと違うのかなって思う時あって、こんぐらい着ながら作る、少し色をつけるぐらいの、こんぐらいでいいのかも。マスカラやるの忘れてたのでやります。これなんかね、ファシオ、これ薬局でなんか買ってみました。たまたまなんかボリュームタイプって書いてあった気がする。私長さをこうそんなにぶわって長くなくても全然いいかなと思って、根元ちょっと存在を強調できればいいかなっていうぐらいで、すごい長いまつげとかよりわりかしなんていうの、自然なまつげの方が個人的には好きです。なんかまんべんなくつく感じで良いんじゃないかと思います。で、下もあってね、これなんかウォータープルーフです。アイライナーもそうだけど、マスカラもそうだけど、ウォータープルーフの方がやっぱり安心かも。取るのめんどくさいけど、ウォータープルーフでお湯落ちとかいうのもあるけど、なんかそういう方が崩れない。で、リップやっていきます。セルフォークのこちらがね、17番っていうのをベースに塗っていきます。これだけでもまあ可愛いんで、なんかホゲホゲになってる、買い直さなきゃ。こんな感じかな。ちょっとチークもうちょっとかな、アディクションですね、これ。ちょっとこのくすみにくい感じの色です。これはこれをちょっとやると今日は元気そうに顎にもです。で、少しやっぱ化粧崩れが気になるので、ウォンさん、ウォンジョンヨさんのパウダーをプレーンベージュっていう02番していきます。真ん中だけ、こういう小鼻とか、まあ綺麗だな。これくらい少し薄く押さえていく程度、こことかこことかで、ハイライターというか、シャネルのこれすごくない？可愛いよね。フェイスパウダー、ちょっとだけこうチークのようなカラーでもあるので、ちょっとハイライトのように塗っていきます。ここだけつけすぎるとちょっとあれなんで、これくらい以上で、最後は崩れないようにフックメイクアップフィックスミスト。やると結構崩れないかも。本当終始テンション低い、大丈夫そうっていう感じなんですけど、うなぎを食べて元気になりたいと思います。夜はなんか髪の毛いい感じじゃない？夏休みこれからね始まりますけど、まあ、お子さんいる方にとってはね、夏休み結構勝負の時期だと思いますけど、夏休みってやっぱ基本長いよね。まあ旅行行ったりとかね、ちょっと遊びに行ったりとか、まあ、そういう楽しい思い出を作るいい時期でもあるかと思いますので、私も仕事と夏休みと両方楽しんでいけたらなと思っております。はい、こんな感じ、私の今日のメイクこんな感じでございました。パールっぽい感じのアイシャドウとかリップとかという感じで、結構私の中では最近の流行りがこんな感じです。というわけで、私の久しぶりの Get Ready With Me 毎日メイクをご紹介してました。こんな感じで本当私はいつもこういうメイクをしているかな、自分だから。というわけで、暑い日が続きますので、皆さんどうぞお気をつけてお過ごしください。というわけで、ちょっと出かけていきたいと思います。行ってきます。